バーでジンの苦手を克服しよう。お客様によってカクテル、お酒の好みは様々、千差万別でございます。その中でも苦手意識を持たれがちなお酒といえばジンかなというふうに思います。若い頃に居酒屋さん等でジントニックに挑戦してみて、そのジンの尖った刺さったような風味であったり薬っぽさのようなものに苦手意識を覚えた方が多いとお客様からよく伺います。ただジンといってもその味わいは様々で、柑橘感の強いものであったりとか、お花の香りがしっかりとするものいろいろございます。多くの方はジュニパーベリー由来の薬っぽさを嫌う傾向にありますから、例えばそういうのを避ければ美味しいジンを飲めるかもしれません。当店にも様々なジンが揃っておりますから、もしジンが少し苦手でただこれから克服していきたいと思っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ足をお運びください。